チャンネル。今日は阪神ジュベナイルフィリーズの予想になりまーす。特にね、話すこともないんだけどね。まあ今週はまあ、またいろいろ大変なことがあってね。まあ今年1年、もう12月だけどね、本当に久しぶりにかなり遅く感じる1年だったね。で、まあ年を重ねるごとにね、あっという間って思う人がね、多数派だと思うけどね、今年はね、もう俺高校生の時ぐらいのね、時間の流れのゆっくりを味わった気がしますね。まあオフ会についてはね、もう散々言ったんでね、もう、まあ特にもうやる予定はないです。もともと年間プラス確定した時に視聴者の人たちに何をやってほしいかっていうのを聞いたんですよ。まあ出たんがプレゼント企画とかね、いろいろあったんだけど、まあオフ会っていうのが一番多かったから、ただそれでやっただけなんで。まあ確実に俺が損するわけだからね、時間も拘束されるし。それを、まあね、そういうことはね、しないんでね、基本的には。まあ、年間プラス確定したんで、まあ一応、視聴者感謝デーではないけどね。まあ一応プレゼント的な感じでやったんでね。普段からはするつもりはさらさらないですね。まあ来てくれた6人はすごいと思うよ、本当に俺は。初動が早い人って、まあ成功する人が多くて、やっぱり。まあ仕事でもね、まあビジネスでも。なんでもそうだけどね、初動が早い人っていうのはね、やっぱり勝てる人なんでね、まあ俺もそれを心がけてんだけどね、いつも動きが遅いなと自分でも思うからね、やっぱ初動が早く動ける人は得をするっていう。だからあの6人はまあ相当得したと思うんでね、まあ当分もやらないっていうのも、YouTube に関してはね、好きなこと以外はもうやめようって決めてるんで、好きなことしかやらないっていうのはもう決めてるんで、ずっと。やりたくないことはもうやらないって決めてるんでね。それをまあ、まずルールとしてやってます。まあ、先週動画はまあね、ちょっとね、結構、まあ賛否両論あったみたいだけどね。まあ、バラエティー、普段どういう、まあ、テレビなりコンテンツなり見てるかわかんないけどね、ものすごく真面目な、意見を言われてね。まあ、そういう人はまあ、もともと合わないと思うよ、俺の、このチャンネルが。ちゃんと、ね、オープニングでも競馬バラエティーって書いてあるからね。まあ、予想はどうか、馬券はね、真剣にやるんですけど、基本、動画は面白くやろうと思ってるんでね。そこはもう最初から、一回もブレてないと思うんでね。面白いって人はすごい面白いって言うだろうし、わかんねえっていう人は多分一生わかんないだろうしね。まあ、それはまあ、まあまあ、合う合わないはあるんでね。まあ、だからこそのこの登録人数だと思うんでね。ね、まあ、好きな人はめちゃめちゃ好きだろうし、嫌いな人はずっと嫌いだろうしね。それはまあ、しょうがないと思ってるんでね、別に。アンチの人までね、こう、分かってくれとは思わないしね、俺は。分かる人だけが分かりゃいいと思ってるしね。で、いきますか。本命成績。1着16回、2着6回、3着6回、着外40回、勝率 23.5%、連対 32.4%、副賞率 41.2%、単勝回収値93円、副賞回収値66円と、ジャパンカップはワグネリアンだったからね。まあ、3着来てね、ちょっと副賞、率が上がってきてね。俺は単勝、勝率が上がってほしいんだけどね。まあ今年は4割以上ね、本命来てるんでね、副賞券。去年はちょっとひどすぎたんでね。まあまあ、良かったということで。まあ行きますか、じゃあ。じゃあ、2019年、阪神ジュベナイルフリーズ、本命は、15番、リア・アメリア、オッケー来たぜーってちょっとね、勝てよ、ワープ TV とか思われるかもしんないけどね。まあでも、これもちょっと飛び抜けちゃって、なぁ、もう、このレースはなんかもう、レベルが高い馬と低い馬がこうすごい分かれちゃってて、もう、やりたくないレースです。正直もう硬いなぁと、もう諦めてますね。もう来ない馬はもう絶対来ない馬が結構多いからさ、ちょっとこれはもう足らないっていう、まあ、オッズにも現れてるけどね、単勝オッズが万馬券がすごく多いし、これはもうちょっとね、ひどいつかもうちょっとやりたくないレースだね。まあ俺はね、まあ本命穴馬に打ったりね、まあ一番人気に打ったりと、まあでもこの制度は結構いいと思うんでね。荒れそうなレースは本命一番人気に打たないし、まあ荒れないだろうっていうレースは一番人気に素直に打つし、
そう、毎回一番人気ばっか打つ予想家とは全然違うしね。こう、荒れるレースと荒れないレースの見分け方というかね。そういうのはもうちゃんとはっきりさしてるんでね。まあ今回は荒れないと思ってますけどね、俺は。リアアメリア。まあこれもう誰が見てもわかるけどね、もう。っていうのはね、隙がないっていうのは。ただね、新馬戦ひどかったね。ひどかったっていうか、出遅れてかかって、めちゃくちゃな競馬してんのにあの差で勝つっていうのはね。まあ素質はすごくあると思ってるし。でまあ前走もね、後ろから、勝ち方でね。上がり1位で勝ってるし、まあ信頼できるね。阪神戦力もやってるし、東京マイルでも瞬発力で勝ってるし、こういう馬を狙えばいいと思うんだけどね。ただスタートが悪いっていうのと、まあ、新馬戦の引っかかりを見るとそこぐらいだね。ただ、外枠入ったのは俺はすごくいいと思ってて、まあ出遅れても何でもいいような、内枠で包まれるよりはずっとね、安全かなと思ってます。まあ、血統的にもね、ディープだし、母方にミスプロ持ってるしね、こう、母方にミスプロとかネイティブダンサー持ってる馬がいいんでね、こういう馬が、まあ、血統も、文句がつけられないぐらいいいんでね。で、まあ、俺的視点で見るとね、まあ、やっぱり中内田厩舎ね、もう中内田厩舎、中内田厩舎ってずっと言ってるんだけどね、この厩舎を攻略すればね、結構競馬勝てると思うんでね、とにかく中内田厩舎はもう2歳戦が強すぎる、ほんと。もう何やってんのかわけわかんないんだけど、2歳戦がもうすごく強くて、勝率 50% なのよ。過去3年でね、16戦8勝でもう勝率 50% で、単勝回収値203円と200円超えてるんでね、もう迷わず買えと、もう2歳戦は。ね、2頭、リアアメリカとクラバシュドール。2頭のどっちか勝つんじゃないかなって今データ的にはね。まあそれだけでいいんじゃないかと思ってる。若干ね、まあ、クラバシュの方はね、ハーツクライっていうのがあってね、ちょっとね、成長、曲線がちょっとディープとは違うんでね。まあ、こっちの方が完成は早いんでね。リアアメリアの方が。若干、まあ、こっちの方がいいかなとも思うし、とにかくもう本当に、中内田厩舎はね、3歳以上だと、こう、間隔を空けないとダメだけど、2歳戦ももう、まあ、関係なくもう、バンバン勝つから、勝率 50% で勝つから、副勝率 50% でもすごいいいのに、勝率 50% だからね、2回1回は勝つっていう感じだからね。まあ去年のダノンファンタジーもそうだし、まあ感覚とか関係なくもう勝つんでね、2歳戦だったらもうすげえ厩舎だなぁと思うね。あんまり外球も出したがらないぐらいの厩舎だからさ、これはもう、上がね、藤沢先生とかね、もう結構いい年なんでね、もう次世代のエースになるかなと思うんだけどね、中内田厩舎が。って感じですね。じゃあ2番手まあさっきも出てきたけど、クラバシュドール。まあこれもさっき言った通り中内田厩舎っていうことでもね、まあこれはもうね、しょうがねえなーと思ってますよ、もうこの2頭。まあ理由は中内田厩舎、それだけでもういいよ。もうこういうも単純競馬単純に行った方がいい時もあるんでね、実際はまあ細かく指数を出してねやってるんですけどね。2番手はクラバシュドール。まあこれはね、もうまあオフ会では言ったんだけど、まあここでは言わないけど、まあ藤岡雄介騎手もう、よしと、これもいいという感じでね。サウジアラビアでサリオスの2着と、阪神芝1600、阪神マイルもやってると、もうこれ中内田厩舎もう狙ってきてるよね。絶対に。新馬戦を阪神でやって、阪神戦、マイルでやって、で、2戦目を東京でやって、そんで、本番使うっていうのも、これ完全に狙ってきてる使い方だと思うんだよね。もうこのどっちかが、勝つと思うけどね。このどっちかが勝つよ。まあ実際中内田厩舎が勝率に 50% だからね。このどっちかが勝つんじゃないかなと思ってますよ、本当に。では、3番手の穴馬。ここですよ。3番手の穴馬を喋りたかったんでね。3番手、6番、クリスティ。来たぜー。穴馬、今週の穴馬、クリスティ。まあ上に等がね、1番人気、2番人気だからね、3番手ぐらいは穴を入れとかないとね、まあクリスティです。まあ、前走アイビーステークスね。これがね、もう、小灯数なのに、府中で小灯数なのに前が詰まって踏み遅れるっていうね。
こういうね、騎乗をしてくれる福永騎士なんだけどね。あの小頭数の府中戦八で、こう、踏み遅れがあるとはね、びっくりしたんだけど、まあそこで、能力が隠れたと思ってるんで、着差が 0.5 あるから、あれなかったら 0.3、0.2 は詰めると思ってるんで、あれなければ。あれはびっくりしたね。そこがポイントだね。これはもう、すごくいいと思うね。あと距離短縮だし、これクロノジェネシスと去年のクロノと同じロートじゃないかな。このロートはすごく俺はいいと思ってるんで、距離短縮で。こういう馬が来ると。で、まあ、血統スナイパー言ってたんだけどね、まあ、血統をやる人はまあみんなよく知ってるんだけどね。まあ、阪神ジュベナイフィーズは黒船を買えっていうのはね、もう昔から俺は言ってると思うんだけど、ただね、母父黒船の場合ね、父サンデー系はまだ走ってないんだよね。来てるのは黒のもバゴだし、リリーノーブルはルーラシップだし、サンデーかける黒船は走ってない。逆はあるけどね、黒船サンデーはあるんだけど、サンデーかける黒船はまだ、やってないんで、そこは、まあ俺はちょっとまだ押せないんですけど、まあ、血統スナイパーはそのことを言ってないのはちょっとダメだと思うんだけど、まあ絆3区でね、こういう新しい守護馬を、こう、押すってのはね、俺は好きなんでね。まあクリスティいいと思うよ、これは。俺は一番、穴の中ではこれだね。指数も3番手だし。まあ今週はね、ちょっとね、まあそうは言ってもすげえ、硬いところから行ったんでね。まあ俺こういうオッズがすごく苦手で、アーモンドアイの天皇賞秋とか、まあ自信、まあ印は自信持って打ててるんだけど、買い方に関してはすごく、このレンジのね、オッズがすごく苦手でね、馬連何百円とか、三連単万馬券行かないレースがすごく苦手なんでね、俺。だから、まあ、買い方は今回はあんまり乗らない方がいいと思う。正直。本当にすごい苦手で、こういう、オッズの、まあ、どういう結果になるかわかんないけど、自分の下馬が人気サイドに固まって、しかもオッズがもうちょっと安すぎるんで、こういう時の買い方がね、まだ、ちょっと、完成しないんでね。まあ、もう捨ててるってところもあるからね、こういうレースは。だからまあ基本は剣のレースだと思ってるんだけどね。だから買い方は乗らない方がいいと、丸乗りしない方がいいと思うね。って感じですね。じゃあ実況動画よろしくお願いします。全印と買い目と新内競馬新聞はブログの方に載せるんで、そっちもよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。あと新内競馬新聞は LINE からまた募集するんで、LINE の登録しといてください。じゃあ行くぜ！オークアップ TV 競馬チャンネル行くぜ！ラスト3戦。